今回は法則おじさんによる予想とそれに対するユーザーの反応を紹介します。俺は法則おじさん。1周年ではゲオルギウスは強化されなかった。2周年でも強化されなかった。3周年、4周年。そして8周年でも強化されなかった。つまりんが自然数の時、2周年ではゲオルギウスは強化されないという法則が立てられる。つまり今年もゲオルギウスは、強化、されない。9、E、D。これで今年強化来たら笑う。笑いながら祝う自信ある。成仏を願われる法則おじさん。ゲオルギウス先生キリスト教徒だし、ここは昇天させてあげよう。そのためにも強化をだな。結局無限ループやんけ。そろそろ断ち切られてもいいのよ。ちなみに強化されるとしたらどんなの欲しい？正直スター集中ダウン以外なら喜ぶと思う。素直妊婦やスター獲得でもよし、横バフもあり。なんなら精神異常耐性アップを弱体耐性アップでもいい。願ったら叶われないエフェメロス的に法則立てることで、強化を願う逆張り法則おじさんってこと？強化が来ない悲しみを紛らわせるために、おかしな法則を立てるタイプの法則おじさんか。このスレ主といいなぜか謙虚だな。もっと巻いたアンスター20獲得ンプ50無敵1回全体高バフぐらい欲張っていけ。これぐらいの俺ママなら許されるやろ。スキル2の精神異常耐性アップを弱体耐性にしてほしいです。あまりにもささやかすぎる。もっと欲張れ。だってスキル構成に無駄がなさすぎるから。もっと欲張って強化解除耐性もくれ。対象は自信でいいから。弱体無効くらいもろうぜ。タゲ取りしつつ攻撃は全カット。弱体しない成人が完成する。いいのか。ウプ30獲得とか弱体解除とか欲しいって言ってもいいのか。初期サバで8年未強化です。今でも高難易度やメインシナリオで活躍します。お前手入れはやめろ。だって聖ゲオルギオスだぜ。クラス相性をルーラーに変更しても許されるよ。法則そのものには同意できないが、その法則に至るまでの過程が同情できるパターンのおじさん。悲しき法則おじさん辛すぎる。涙拭いてくれ。ハーフアニバーサリーがあるタイプのソシャゲならまだ希望のある法則だった。例えばライダーなので星を吸ってしまうのを盾として、デメリットとだと捉えるマスターもいれば、アタッカーにしたいマスターとしてはプラスだとか、何が強化で欲しいのかバラバラになりがち。スター集中関連は難しい問題だよね。とはいえ去年カルナさんが星を独占するのがキャラ的に解釈違いなら飽和させればいい。理論を提唱してくれたので、宝具強化で星出し30個とかつけて欲しいなと思う。あと言う特攻攻撃にしてください欲張り。上ですでに書かれてるけどスター獲得や横バフなら丸く収まると思う。となると宝具強化よりはスキルの方が取り回し良さそう。来るとしたらスキル3の戦闘続行にてこ入れだろうな。ぶっちゃけ強化いらないくらい強いとは思うけど、S2 の効果しょっぱいからちょっと持ってくれたら嬉しい。生地 HP 変調してるのもあって、2500回復が心もとなく感じる。リチャージ 5T で短めではあるけど。強化内容も大事ではあるけど、それ以前に強化されたという事実が欲しい。強化解除耐性。強化解除耐性。最大の特徴とも言えるタゲ集中が剥がされるのギリーとなるので俺も強化解除耐性欲しい。欲を言えば弱体強化解除無効ぐらい欲しい。初期の運営君が土地狂って、タゲ集中をデメリット扱いしてくれてればな。一応看板娘ではデメリット扱いだから、あと弱体扱いだとキャストリアの宝具など弱体解除で消えるのでダメです。定期的に強化なくても十分強いだろハオレ VS さすがに放置されすぎだから強化くれよハオレに分裂してる。せっかくの優特性不要生かしてほしいなぁという気持ちはある。優特棒とか？法則おじさま、法則してないと思うのですが。逆に成立していない方が1にとって良さそうではある。フレーバー的なやつなら防御無視やら無敵貫通、回避や無敵が来ても良さそうなんだけどな。校舎に関してはどうやってベイヤード連れてきたかの説明が先？はい。何時は竜、何時は神、何時は男、何時は女、何時は猛獣、うおうおうアスカロン。竜耐性でもいいんだよ。ここまで来ると強化されない俺のゲオルギウスは強いんだ理論でしのいでたけど、強化について語れないのは寂しいんだよ。強いから強化されないという言葉で悲しさ寂しさをごまかしきれなくなってきたのは正直ある。タンク兼アタッカー運用、数ターンで落とす運用と、全くもって両極端なんだよな。どちらの運用でもプラスになる強化が望ましいんだけど、昨今の強化内容的妊婦追加だろと思うけど、攻撃を受けたら味方全体に攻撃力アップみたいな戦利まくり強化が来てもおかしくない。今だとこういうスキル増えたから、マジで予想外の尖った性能来そうでワクワクしてしまう。結構な数のファンが期待していないから、悲しくないレベルになっててかわいそう、となる？
一体何度のぬか喜びを乗り越えたのか。ルーラー賞でルーラーとして実装されるから見とけよ。別クラス実装もだけど逆にルーラー諦逃したら一生強化されないんじゃないか。強いて言うなら剣もレイ実装イベトキくらいしかないのでは。スキル3追加税も強化欲しいがゲオルギウスの場合は、マジで何もないままだから別ベクトルの意味で強化してほしい。竜特攻持ちが増えるのが実質強化というのも辛くなってきた。高レア霊気来てほしいし強化も来てほしい。俺は欲張りなんだ。何時は言う。何時も言う。でキャッキャしてた頃が懐かしいな。ラインスタンプや区分、新聞広告にも採用されたし、クリスマス霊装に2回もピンで映ったし、モーション回収も来た。それはそれとして強化は欲しい。強いから強化されない論聞くたびに強いって言われていたサーバントが強化されたケースを思い出してしまう。心が狭い。霊も三角三角も強化されたずるい。じゃなくて丸丸も三角三角も強化された。ゲオルギウスにも可能性はある。スタンスに変えていけばいいさ。どう強化すればいいかわからないとよく言われるが、雑にんぷつけるだけでもいいんだよ。内容の前に強化そのものが欲しいんだよ。これで強化じゃなくて水着霊とか別方向から刺されたら笑う。周年も残すところあと2ヶ月。今年は来るのか来ないのか。スキル12と比べるとスキル3だけ高回質だけなのに、チャージが長いので CT を減らす。これだけでもいい。7T15T ガッツをさらに縮めると？すでに CT5 のガッツ5ターンが実装されてるし、それくらいいけるいける。強化しても誰も文句言わないだろうしな。思い切った強化期待してるぞ。文句言う奴がいたら、逆に勇者レベルに待たされてるから。いや勇者じゃなくて勇か。他のサーバントを優先すべきではという言葉を、8年とかいう純然たる事実でねじ伏せていくスタイル。強化してもお金にならないだろうし、無理にとは言わないけど、それでもやっぱり強化が欲しいです安西先生。今年も強化が来なかったら、一のクソ雑法則が補強されてしまうのか。強化の可能性は0ではないが限りなく低いってやつ。いっそ0と分かった方が俺は楽になれる。でもよー。俺は諦めたくねえ。強化欲しい。霊欲しい。霊装に採用されて欲しい。ストーリーに登場して欲しい。幕愛来て欲しい。高レア版来て欲しい。強欲。ことあるごとに言うからね。先生の強化とルーラークラス実装待ってるから。もう強化しなくてもいいからできれば欲しいが。ベイヤードどうやって連れてきたのかはさ終わりまでに説明してほしい。ゲイティア、シェヘラザード、スカジ、キリシタリア、デメテル、ウッドワスなどキャスターの全員に勝利を収められるゲイティア・デメテルに至っては疑似短期レベルだし、強化は後回しでいいやろと思われてそう。キャスター相手だと強化解除や即死でもないと、マジで死なないのでこれ以上防御方面で強化来たらどうなるのやら、そういう面でも攻撃方面で強化しそうだ。だで集中やってると攻撃ももちろん弱体や。強化解除も引き寄せるから弱体無効と強化解除耐性が欲しい。回数性とターン性で悩むな。馬連れてきているサバ増えたし、関連したイベントやってほしいな。これを機にベイヤードもシレットカルデアに合流したってことで。横バフで言う特攻付与とかやりそうじゃない？とシンプルな強化されそう感ある。今時シンプルなテコ入れをと思ったが、例えバンプ30だけとかでも、結構な数のユーザーが喜びそう。これまで実質強化と言われたもの矢印絆霊装、竜特攻持ち実装強化、コマコ、カード強化、マイキチェーン、クラススコア、ゲオルギウス本人の強化矢印なし、クレヨーちゃんと本人に強化クレヨー。フレポで誰もが手に入れられるからこそ、強々テコ入れをするべきだと思います。強化いらないとか実質強化とか他に譲れとか、言われるのもう疲れたよパトラッシュ。もう一括で全員強化しようぜ。スタッフ死んじゃう。後半で急にアクセル踏むな。約400人いるんだぞ。段階を踏んでまずは100人だ。高齢者ドライバーレベルの段階アクセル踏むな。謙虚なレスに混じって強欲な暴挙レスがちらほら見受けられるのじわじわ来る。アンケート来ましたね。強化要望を書く時が来たぞ。みんな書くんだ。位置を解放してやれ。書いてきたぞ。昇天してくれメンス位置。一丸となって位置を成仏元へ昇天させようとするのくさ。俺も書いてきたけど。強化が来るといいね位置。